商業漫画,家をしてました漫画家なんですね年収1000万程度で安定してるんですかすごいね、<laughs> 商業漫画家で年収1000万程度で安定してる体への負担が大きく疲弊している中何、えー、と,とかと複数の支援サイトで活動した結果月収100万円程度になりました。ほう。 月収1,000万円程度から月収100万円になったんだね、えー、体への負担も軽く伸びしろを感じて本格的に活動することを検討しましたが新しい形態であること人材不足の一般市では仕事にこだことがないので転校することに悩みます今後の進路についてアドバイスを受けたらいいでしょうえー、パ,トパ,トレーノパトレオンっていうのかな複数の支援サイトって何のことかわかんないけどこれはパトロンって呼ぶんだろうなということはクラウドファンンディングみたいなもんななものかな何に悩んでんだろうでも。 ああなるほど「商業漫画家で1,000万」ということは普通のの人に知られるほどのヒット作はないんですよね。つまり、えー、漫画家としてはやってるんだけどもお,お見合いパーティーとかに行って「漫画家ですえ、どんなん描いてるんですか?」って言って作品名行ったらあんまりなんかこう知られてないぐらいのそれでも中堅の漫画家。 だということとでしょうね。ところがそれは体もしんどいと支援サイトですねつまりパトロンという支援サイトでクラウドファンディングみたいな形かなんかわかんないんですけどどもそっちの方行くと月収100万円になったと、うんうんうん、そっちの方は支援者に対して何かペイバックみたいなことをすることプレゼントみたいなことをすることとかそういうのを返すという半分アマチュアの方に降りるような気持ちになってるでしょうね。僕の年代にわかりやすすく言うとすると、る えー「ジャンプ」で書いてたんだけどもなんかこう同人誌を出したら同人誌が案外儲かっちゃったという島本和彦現象っていうんでしょうかねあ西原理恵子現象と言えばいいんでしょうかねコミケが一番儲かるじゃんと <laughs> だからといってそこを主戦場としていいのかと俺は漫画家だみたいなもんなんだと思います、えー、本格的に転校することにな悩みますと本格的に転校してもいいんじゃないですかね。なんでかというと 年収1,000万程度で安定している商業漫画家がこれから安定するのかどうか僕は疑っているのとあと そこにはねいつでも戻れるような気がするというかですね、まあ、いわゆるもう石取りゲームみたいなもんでその石取りゲームやってる会場がタイタイニック号だから徐々に沈んででるわけですよね。<laughs> なのでもうデッキの3等客室の椅子は全部沈んでるっていう状態で今2等客席と1等客席の席だけが海の上にまた突き出しててそこで石取りゲームやってるような出版界,の,業界あの現状から言うとそんなもんだと思うんですけども、まあ、そこで石取りゲームをさらにするよりは。 パトロン等の支援サイトでやる方が僕はいいと思いますよ。でそこでなんか半分同人作家みたいな形でも面白いのが出てくればまた自費出版するのでもいいし一般紙に持ち込むかもしくはもう本当に全部単行本書き下ろしというです、ね、方法をやってもいいんじゃないかなというふうに思います。